ほど分かったかった、すいません。こちらの方では、はい、撮影の方はちょっとこちらの方では、あ、そうですか、はい、すいません、恐れ入ります。ありがとうございます。日本日本大嫌いやったら別に追ってくれるってこといらんの、日本嫌いやったら帰りはったらいいんですよ。出て行って出て行ってお帰りになったらいいんでね、そうお帰りになればいいのに、うん、頼んでいてもらってるわけじゃないんですよ。全然優遇されてるんでしょ。私ら優遇ないねんから不公平やんか。そうですよね。で、あのお二人はなんか名古屋とか行ったことあったんですか？行けてないです。あの中止なんだね、うん、こんな時期に行くよ、予定は顔映らんようにしてますから、はい、こんな時期にこんな年寄りがおろおろできないから。あ、そうですよ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。嬉しいな、今ほんま11時半、はい、大阪府警から連絡、はい、爆発物らしき郵便が届いてる、はい、ビル大阪表現の不自由点気付け、はい、新大阪の郵便局かなんかに爆発物等の探知する機械が出てそこに持ってきます。あ、封開封してもいいですかと。いいです。爆発物処理班がなんか大阪の田舎の大東市かどっかの方にそういう場所があるらしくて、そこで開封後ろから開けた、鉄から、で見たら令和石油包帯、うん、中止せよ、うんうん、構造は名古屋の一緒、うん、表から普通に開封したらパチパチパチとなる。名古屋潰された方式はうちはちゃんと対策になった。結果的な想定の範囲内で全部僕らの予想してたあり得ることは全部我々が圧勝。
うん、久しぶりに気持ちがいい。あと3時間、うん、野間君来たらなんか怒るかもしれんな。いや、怒らん、嫌なことか。大丈夫かな。相取りの時は再開後にすごく緊張度が高い時に見たので、なんか実はこうすごいこうなんか緊張しててちょっとよく見れなかった部分もあったんですけど、こういうと本来は、まあ、本当に静音な環境で普通に 見られたらいいなっていうふうにすごく思いました、うん、はい、なんかスタッフの人たちの熱量とかも含めてやっぱり関わってる人はこの場を守るんだぞっていうのがあって、やっぱり僕自身は再会が、まあ、愛知で再会をできているからここにつながっているなっていうふうには僕にはやっぱ思ったので、まあ、それが実感できたのはすごく良かったです。ありがとうございました。もう皆さんのおかげで成功したというか3日間ようやく終わりました。私はこの大阪でできなかったらもうどこでもできなくなっちゃうっていうふうに思いました。でもこの大阪でできたことっていうのは、先ほども言ったように実行委員の力じゃないんです。実行委員もちろん頑張りましたけども、いろんな市民の方々がね、自分で自発的に L 大阪や大阪府に申し入れに行ってくださってます、それから昨日のスタンディングなんかでももともとお願いした方々以外にも、立ちたい、あんな連中に負けたくないって言って自分からバナーを作って立ってくださった方もたくさんいるんですね。そしてここにお集まりの方々も私たちが頼んだ方以外でもなんかできへんかなって言って、そうやって集まった仲間で作った成功だと思ってます。なんか何かの組織っていうよりも市民たちがこのままでええんかな、これ許してたらあかんのちゃうかなっていう思いが固まったのが、固まってできたんだと思ってるんです。本当に3日間ありがとうございました。できてよかったなって思います。表現の自由を大阪で守った、大阪だけじゃなくて関西ですよね、関西で守ったって思ってます。大阪で自由を守りました。乾杯。乾杯。普通のカウンターじゃないからずっとやっぱ我慢しなあかんし、だいぶ様子が違うからしんどかったかな。ずっと生で聞いてないと一回聞いたり何時間も、あれは割としんどかったです。ダメージでかいですね。向こうは向こうでうちは何もやらへんから、何もせえへんからすごい呼びかけてたけどみんな無視してるから、あいつら久しぶりでしょ、何言っても何もされへんからそうそうそう普段ボラカスの自由に喋らせたら僕のことしょうもなかった、しょうもなかった、ほんましょうもなかった